皆さんこんにちは、エネテカのハーです。自宅で飲む際や仲の良い友人との飲み会では気にしなくても、パーティーや会食などフォーマルな場ではワインのマナーが気になりませんか？あまり難しく考える必要はありませんが、やはり基本のマナーを知っておくと安心です。今回は押さえておきたいレストランでのワインマナーについて解説します。ワインを飲むときに押さえておきたい基本のマナーは5つです。まずはこの5つを覚えましょう。注がれるときはグラスを触らない。お酌の文化がある日本ではどうしてもグラスを持ってしまいがちですが、ワインの場合は不要です。グラスは手に持たずテーブルに置いたままにしましょう。グラスの台座も押さえません。飲むときはグラスのステムを持つ。ボールの部分を持つと手のひらの体温でワインの温度が上がってしまうため、グラスの細い足の部分ステムを持ちましょう。立食パーティーなど混み合ったシチュエーションなどでワインがこぼれてしまわないか心配な場合は、安定するボール部分を持っても問題ありません。乾杯はグラスをぶつけない。乾杯は繊細なワイングラスが割れるのを防ぐためにぶつけないようにしましょう。ワインが注がれたグラスを目の高さまで持ち上げ、相手と笑顔でアイコンタクトを取って乾杯するとスマートです。また相手や TPO に合わせて、例えば友人とのホームパーティーなどの際にグラスが割れないように気をつけ、軽く触れ合う程度の強さであればグラスを当てて乾杯しても問題ありません。ただしそのような場面でも薄く繊細なグラスの場合は割れないようにぶつけての乾杯は控える方が無難です。手酌はしない。手酌はフォーマルな場ではスマートではないため、ソムリエもしくは同席している方に注いでもらいましょう。おかわりしたいときはワインの残量がグラスの2分の1から3分の1になったらソムリエが注ぎ足してくれるので待ちましょう。もう飲まないときは注がれそうになったタイミングでソムリエにその旨をお伝えください。口元を拭いてから飲む。口紅やお肉料理の油やソースがグラスについてしまうのを防ぐために、ワインを飲む前に口元は拭いておくのがスマートです。口元を拭き忘れて口紅や油がグラスについてしまったら、周りの人に見えないようにそっとナプキンで拭いましょう。ここからはレストランでワインを注文する時のポイントをご紹介します。この5つのポイントを覚えておけばスマートに注文ができますよ。迷ったらまずはスパークリングワイン。1杯目は食前酒としてスパークリングワインをオーダーするのがおすすめです。炭酸ガスが含まれているスパークリングワインは心地よく胃を刺激してくれるため食欲増進が期待できます。ただ食前酒は必ずオーダーしなければならないわけではありません。アルコールが弱い方などは無理せず、ガス入れのお水やジュースなどお好きなものをお召し上がりください。泡、白、ロゼ、赤の順でなくても OK。 ワインを注文する場合、泡、白、ロゼ、赤の順番で注文するのが一般的とされています。これは前菜から魚料理、肉料理といったように重くなる料理の味わいに合わせてワインを選ぶことで食事とマッチするためです。しかしこの通りに頼まなくてもマナー違反にはなりません。料理の内容に合わせてソムリエに相談するのが最善です。料理と合わせるポイントも教えてくれるはずです。辛口のワインを選ぶ。ワインの辛口は英語で表すとドライで、甘くないワインのことを指します。辛口ワインは食事に合わせやすいので、基本的には辛口のワインを選びましょう。甘口ワインは最後。デザートワインと呼ばれる甘口のワインはいろいろありますが、辛口ワインよりも甘くとろみがあります。甘口ワインは食事の締めくくりに余韻を楽しむために飲むと良いでしょう。ただし伝統的に甘口ワインと相性がいいと言われるフォアグラやブルーチーズなどの食材を使った料理と合わせる場合は、食中にオーダーしても構いません。
迷ったらソムリエに相談。ワインを知らないことは決して恥ずかしいことではありません。わからない場合、迷った場合はソムリエに相談するのが一番です。お酒に弱い、スパークリングワインが飲みたいなど、まずは希望を伝えましょう。ソムリエとコミュニケーションを取ることで、より楽しい時間を過ごすことができます。ここからはちょっと上級編です。ボトルワインの頼み方についてお伝えします。ワイン選びのポイントはグラスワインを注文するときと同じです。何を頼むか迷ったらソムリエに聞いてみましょう。ボトルワインを注文するときのマナーで特に重要なのはホストテイスティングです。ホストテイスティングとは、ソムリエがワインをゲストに注ぎ分ける前に、ワインを注文した人が少量のワインをテイスティングすることです。これはワインの美味しさを確認するためではなく、ブショネなどの欠陥や劣化の問題がないかを確認するために行うものです。そのためホストテイスティングで香りや味わいのコメントをする必要はありません。ワインの状態に問題がなければすぐに問題ないです、もしくは大丈夫ですとだけソムリエに伝え、ゲストの方にワインを注ぎ分けてもらいましょう。ワインのマナーは堅苦しく捉える必要はありませんが、知っておくとフォーマルな場面や海外のレストランなどでワインを飲むときも安心です。皆さんが気持ちよくワインと食事を楽しむために、ぜひ覚えて実践してみてください。